倉庫のそこそこラジオ。ダウンタウンの松本さんがまた問題提起されて話題に上がっておりますが、視聴率数字難しいっすねなんていう話を今回はしたいと思います。どうも、関西で喋り手などしております倉庫と言います。そこそこラジオ、今回のテーマは視聴率の底がです。僕たち見る方、視聴する側としたらあまり関係のないことなのかなとは思いつつも、でも気にならないといえば嘘になりますよね。あの特番そんないい数字やったんかとか、あのドラマめっちゃおもろかったのにそんな視聴率悪いの、世間的にはおもんなかったっていうことなんかなとか、こうどうしてもね、判断材料の一つにはしてしまうとこが誰しもあるんかなと思いますけども、そんな気にせずにね、自分がおもろいと思ったら見てたらええし、でその数字にやっぱ反映されない部分、それをね松本さんが言ってはったりもすると思うんですけど、ほんまにおもろい番組残しときたいですからね。やっぱ録画して後で見るし、何回も見ようと思うし、何もその生放送でリアルタイムで見たいっていう欲求がね強いわけじゃないけど、めっちゃ楽しみにしてる番組もあるしっていうので、まあまあまあ見る側もそんなこと思うぐらいですか。やっぱそれを数字を気にしながら作らなあかんがっていうのは、この松本さんもやっぱずっと言っておられますけど、判定の仕方がおかしいっていうか、もうやっぱ時代に沿って変えていかなあかんということなんでしょうけど、世帯視聴率とかコア視聴率とかよく耳にする F3 層とか M3 層とか、はっきり言ってもう僕もよくわからないんですけれどもね、えもうそのやっぱり YouTube とか Amazon プライム、ネットの動画メディアに視聴者を奪われていってということで、そっちにやっぱ広告を出そうとする企業、そうすれば収入がなくなっていくというようなことみたいですけども、 YouTube とかやったらやっぱ再生回数多い動画を見たいと思うんですかね。まあ僕なんかちょっと天の弱なとこがあるから、みんなが面白いって言ってたりめっちゃ流行ってるのはどうやろうっていうとこもありますけれども、まあでもこの問題っていうのは今後ね、どんどんとテレビ業界変わっていかなあかんなっていうか、その判断材料をやっぱね新たに統一してか、その作る側としてはもうラジオとかも聴取率なんか全然上がらずですね、どうしたらええんやろっていうので頭悩ましたかと思えば、違う局によってその聴取率ではなくメッセージの数で判断するっていうかね、たくさんメールもらってるから面白いみたいに判断する局人もいて、いやそれはそういうテーマにしたら、たくさん送りやすいテーマにしたらそれいっぱいもらえるやろっていう、それが果たして面白いのかって言ったら僕は違うと思ってたんで、でもねやっぱその判断する材料としてやっぱメッセージの数っていうのも分かりやすいといえば分かりやすいですけども、難しいな数字ね。まあいろいろと本当この
メディアが変わっていく時代の中に作る側も見る側も今いるんだなっていうことですよね。あの一時紙媒体雑誌とかが全然売れなくなってっていう話ね聞いてましたけど、最近またおまけ付きというか特典付きの雑誌みたいなのが盛り返してきてるところあるじゃないですか。なのでテレビもなんかそういうおまけっていうかね、なんか見て得したなっていうか、そのデータがいろいろねもう見れるわけですから、僕なんかこの情報番組のこういうデータ残しときたいなとかっていうのがあるんですけど、それをなんか映像はね著作権とかいろいろあるから無理としても、なんかこう文字にしてデータ化したものを保存できたり、なんかお役立ち情報を放送した内容をちょっと文字にしたのをダウンロードできたりとか、そんなんできるようになったりしたらまた見たいっていうか、こう、うん、興味そそられるなっていうところも個人的にはあるんですけど、なんていうことで、まあよりそういうね高い次元で戦ってはる松本さんとか、そういう作り手側の人はやっぱ数字だけで判断されるっていうこのね、ジレンマと戦ってはるっていう、まあ今回のその問題提起もそういうことなんかな思って、今後もちょっとどうぶっ壊していってくれるのか、変えていってくれるのか、ダウンタウン松本さんなどにより期待です。そうこうでした。さよなら、バイバイ。